乾杯。青と白、素敵な空間で女子会。素敵。これはね、ベリー10種だって。飲んでみようか。流木を使ったオブジェが目を引く店内、山形市瀬波のイタリアンレストラン海と空。ランチはもちろん、ディナーもおすすめなんです。失礼いたします。はい、こちらは最上伝承野菜石名坂かぶのポタージュでございます。真っ白なポタージュですね。すごい。そして真ん中のこの緑の葉っぱがとっても鮮やかです。これがもしかしてそのかぶの。はい、かぶの葉っぱを乗せております。こちら最上伝承野菜の一つ石名坂かぶ。鮭川村石名坂で栽培され、ナスのように細長く、紫の皮の下は真っ白な実。これを細かく切ってバターと炒めて煮て、ミキサーにかけてポタージュにするとこのように。料理のコースのスタートなので、やっぱり最初の一口ではこの後どういう料理が来るんだろうというワクワクだったりとか、そういうやっぱり気持ちをこう持たせる意味があるのかなって思うので、やはりこうポタージュっていうのは一番重要なポジションにあるものなのかなと思います。県産食材にこだわったシェフ自慢のコース料理、これが1品目です。ポタージュなのに噛み含めるような味わいですよ。うわ、美味しい。甘いですね、とっても。そうですね、はい、こちらはカラフルな野菜と、そして鶏肉ですか。はい、こちらは地鶏でございます。はい、こちらのお野菜はですね、山形市の斉藤農園さんというところから、はい、いただいていまして、寒い中収穫して届けていただいているお野菜でございます。斉藤農園さんってこうお名前を聞くだけで、勝手になんか親近感が湧きますよね。はい、そのお野菜はオレンジ、黄色、紫、これ全部人参なんです。これも。その他にもカラフルな大根にベビーリーフが山のように。鶏とお野菜一緒に食べてみようかな。鶏が柔らかい。びっくりしました今。中がささみのようにうっすらとピンク色です。燻製のなせる技ですよね。そうですね。いい香り。ありがとうございます。とても燻製のいい香りがします。お野菜がシャッキシャキで、もう何のえぐみもないですね。こんなに種類豊富で、香りもみずみずしさも豊かな野菜が食べられるっていいですね。そうですね。去年12月、海と空はオープンから1周年を迎え、ディナータイムを延長。パーティープランは貸し切りも可能で、ドリンク2時間飲み放題プランというのがあるんです。メニューは他にも、飛島産島サザエのつぼ焼きにビーフシチュー、さらにはあとはですね、パスタとデザートをお持ちいたします。パスタですか。はい、楽しみですね。そのパスタ、シェフが取り出したのは、こちらパッパルデッレというパスタになっております。幅広の麺でして、ソースの辛みもよく、味も乗りやすいっていうような特徴を持っているパスタですね。イタリア語で、食いしん坊っていう意味の麺ですね。はい、なのでこう太くて食べ応えのあるパスタになっております。県産小麦雪力を使ったオリジナルの麺で、これを茹でて燻製したベーコンと絡めて、その上から雪のようにたっぷりのチーズ。もうチーズの香りが立ちますね。ふわふわっとこう、パッパルデッレって私初めて聞きました。うわ、太い。ちょっとあの、例えて言うなら、きしめん、いや、ほうとうってありますよね、山梨県の。なんかそんな感じです。もちもち。特に幅が広いので、もう噛めば噛むほど甘みが広がります。
とってもシンプルなのに食べた後もずっと口の中が美味しいです。ありがとうございます。時間を忘れてついつい長居したくなる、そんな場所で味わう大満足のイタリアンでした。